最終回だ。結末が気になるぜ。日本より寒そう。収めたところでカリンは絶対に生きてる。飯食おうか。飯っつっても人肉だけどね。ん？ドアが開く音？なに？どうやって脱出を？今のは夢？だとしても、いつから見ていた夢なんだ？まさか。感じたりで、股間を。わぁ？あぁ？汚いチーカはやめろ。ついていきたくねえ。やめろ！死にたくない！お、ポケット。ふん、助かったぜ。まさかジャガイモに助けられるとは。今更だけど、こいつツンデレキャラだったのか。ツンデレのジャガイモは人類史上初めてかも。あれ？このイベント前にも見たような。そうだな、ノーマルモード最終日、動画だとパート18の時のイベントと同じだな。ただ違う点として、マライアたちが目の前にうっすら映ってるとこだな。11分22秒までこのイベントは続くので、カットしたい方はどうぞ。Thank you.
再びここまで来たね。そしてまた同じことを繰り返すことになるのか？積極的に登場するね。
やっとポテト以外のチョンピティーズ登場。キャベジ、キャベジ。チョンピティーズ全員集合。思い返せば、全員揃ってる時ってあんまりないような気がするな。いつも明るいが時々明るいに変わってる。不思議だな。キャベジ、キャベジ。ビブー。ブイブイ。よいしょ、はーい、はぁ。終わるのは貴様じゃい。死ねぇ。はぁ。I did it. あのナイフはポテトのナイフだったのか。持ってても使えないんじゃ。誰もに殺人と窃盗ができるわけねえだろ。こっちが聞きてえわ。このセリフは、みんなを調理してごちそうになるって、意味かな？だとしたら怖すぎるぞ。
っと外に出れた。でもカリンたちは出れなかった。長旅から帰ってきたみたいだね。いや、何人殺したんでしょうね。仕方されてて草。これは間違いなく次回作への伏線ですな。めっちゃ気になる。チョンピティス。いや、セリナ、ライナ、オレグ、ボーレック。人間だった頃の姿が、映ってるということは、解放されたってこと？そうじゃないかもしれないけど、そうであってほしいね。はい、というわけで1年と約2ヶ月に、渡って実況してきた、クッキング、コンパニオンズ、いかがでしたでしょうか？個人的には今まで翻訳してきたゲームの、中で、間違いなく翻訳作業量が多いゲームですね。まあ、ラノベゲーだし。そんなクッキング、コンパニオンズですが、なんと日本語訳版が現在制作中です。さらに言うと日本語訳を担当したのは、我々スロースタートのやつです。案件が来た時、こなした時はめちゃくちゃ嬉しかったです。このチャンネルでは作品の終わりまでゆっくり実況しましたが、本作にはお見せできなかったイベントがまだまだ残ってます。画面の前にいるそこの君、日本語版がリリースしたら、ぜひクッキング、コンパニオンズを購入してさらなる開口を得よう。本作には普通にプレイしてたら気づかない隠しイベントが盛りだくさん、全部見つけれるかな。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。これにて実況の方を終了させていただきます。